はい、というわけで、突撃法務省、地方警察、柏うどん肉大盛り440円です。80円。さあ、どうですか、このデロデロ麺に、柏たっぷり。はい、どうぞ。米沢泉のフィルファイン TV、 飯田駅前バス停から名鉄バスセンター駅、名古屋駅ですかね、こちらやってまいりましたので乗りたいと思います。はい、名鉄バスセンター行きに飯田駅前バス停から乗りました。お待たせいたしました。はい、予定を大幅変更して、宿のキャンセル代でよ、まあ、今日のやつは 100% なんで4000円近く飛んできましたけど仕方ないでしょう。さらにここから本来18切符で九州に行くので、まあ、コールした後だからすぐなんだけどね、それもなくなってしまい、急遽名鉄バスでおそらく18切符、新幹線18切符で九州まで移動してまいります。ゆで文字、吉成田ゆで文字を求めての間欠園一歩手前寸止めまでとなりますが、今日も1箇所巡る予定です。ただ公約対象ではないんですけどね。はい、また8時前ですが高速の乗りました。これ取り入れ休憩ない便じゃないかな。川崎中央自動車道小牧ジャンクションから東名高速、小牧インターから名古屋高速、東新町の出口から一般の不登校いたしまして、栄と名鉄バスセンターまで案内です。はい、名鉄バス名古屋飯田線、終点名鉄バスセンターに3分近くでした。はい、ここのバスターミナルそのもの初めてですね。はい、というわけでさあ、だいぶ、実は動画のアップまで終わって、まあ、今、公開作業中です。まあ、それはこの後の車内でやる感じですね。名鉄バスの Wi-Fi でアップしちゃった750メガ、すいません。はい、名古屋駅、ここからまあね、18切符で新大阪まで移動して、小倉通りでそこから18切符で、堺行こうと思ってたんですけど、18切符、明日からじゃあ、何言ってんのっていうね。すいません。まあということなんです。急遽エクスプレス予約で名古屋から博多まで一気に行きます。その先の工程はまた白紙だ。新幹線の中で考えたいと思います。はい。名古屋駅から東海道山陽新幹線のぞみ17号博多行き、終点まで乗ってまいります。さっき直前に撮ってシートマップ見たらね、もういいです、ほぼ待ってましたね。ていうか、まあ、14号車って言われて、まあ、13号車までいいです、ほぼ全部。14号車ちょっと、いいです、空きがあったんで。やっぱり、極力空いてるとこ指すようにシートマップなってんだね、今ね。コロナ実装でした。遠征長いから、こうね、実況が手持ちぶった。喋る内容が足りない。400m ですからね、1年生なのでね。もう1分かかってる。どこだっけ、私のさ、バラバラじゃんと思ったけど、新大阪から先ってことですか。かね。ヒットマップはまあ部分的にもだけだになりますかね。ということで、こちらでございますね。手前入りましょう。はい、終点の博多駅に着きました。いやー、大変でしたね。結局2時間半近く、これからの工程を立て直しまくってますが、まあ、明日から3日間はね、30バス使うので、ほぼ変わらないですけど、宿のことになりました。あと、今日はダラダラ出してきて、あと、その 4日後ですかね、今日から4日後、バスで乗ってっていう、まあ、最終日なんでね、そのバスで適当に回って、こっちだけで乗って、その後、博多港で帰るんですけど、まあ、それはやめて、18切符でというかなり無理ですけど、で、その時点で、言い出しの大分進出してなかったら、そのまま、22の揺れも動かして、でも揺れもして、で、それでも終わってなかったら、帰宅すると、いうことですね。一応そう考えています。はい、予定を見て、スパートミッド時間をバスの中でしていきました。眺めすぎて、凝視すぎて、完全に気持ち悪くなってました。小倉駅過ぎてから一応25分ぐらい寝てましたが、全然体調もない。まあ睡眠不足も緊張で、あと緊張が解けたのかなと思います。さあ、そんな中何をすればいいのか。内側は今日めちゃめちゃ有り余ってる上に宿が満喫なので、夜6時までナイトパックが始まらない。さあどうしようです。さて、博多一番街、博多駅ビル地下ですね。来ましたが、どっちか人生100割、気分が悪いから回転寿司かな。はい、まず第1弾としてイサキと入馬イワシに、はい、イサキと川下です。にコリコリ、めちゃめちゃ脂、身にも脂が乗ってますね。うまい。そして入馬イワシ、脂乗りまくりかな。いかがでしょうか。油めちゃめちゃ乗りまくってるんですけど、意外とさっぱりいけますね。そしてこのイワシのコク、大好きっ子よ。前も言いましたけど、湯沢は家族が毎週ね、木曜日魚屋さんが屋台引いてやってくるので買ってたんですけど、みんながカジキの照り焼きとか同じ値段でイワシ食べるって6匹食べてました。当時イワシの価格は今の10分の1だったんですね。イワシは漁獲高が激減したために流通ベース逆に乗り取るようになったんですからね。はい、本日の在庫リストらしいですよ、タチウオ。九州ではね、タチウオの握り結構ポピュラーだと思うんですけど、回転寿司、はい、もみじおろしがなってますね。今のタチウオの刺身の話です。とろけますね。なんか、しかもさっぱりしてますね。じゃあこのタコですよ、タコ。生タコ。みんな厚めですね、生ところですからね。グリグリグリやって、うまい。はい、イカ明太。まあ、博多だからね。あ、生つけないものに。はい、まあ、九州の玄関劇ってことでね、サラダ巻き宮崎です。去年食べて、現地で食べてね、感想っていうのでね、めちゃめちゃ感動したんですね。はい、中トロハマチ、カニカマだった。お値段170ですからね。まあ仕方がないですかね。まあレタスとマヨネーズの美味しさはバッチリです。当たり前ですから。はい、この白ですね。この白、小型のちっちゃいやつね。めちゃめちゃしっかり。いや、この人まだの大きいですね。何言ってんの。いいですね。油めちゃめちゃ乗ってるの。いいね。まあ、ここで大好き1個なれそう。大人になったらこの白の方がさらに好きかもしれない。失念されていたようですが、アプリカマスです。はい、かぶってありますね。めちゃめちゃうまいね、これも。ちゃんと、はい、カマスの独特の風味は。口どけしていますね。やばいですね、これも口どけです。いや、これなんかレベル高くないですか。やばいな。まずネタなネタってことで、あぶり明太です。これそのままでいいのかな。冷たいまま炙ってあるので、油を溶かすのじゃなくてプチプチ食感を出すんじゃなくてね。納得の回転寿司ネタです。はい、そしてこれまたネタネタです。山こぼう巻き、どんなもんでしょうか。山ごぼうって聞くかだっけ。ごぼうじゃないんだよね、確か。山ごぼう。想定内の味ですが、酢飯と合いますね。はい、おしおりびしましたよ。はい、ちょっと待ってください。夕暮れまし。まだお願い、28番さん、お戻りください。イワシの脂がこう旨味だけになってて、臭みがない。本当美味しいです。はい、今回12皿。これで締めを取るんですが、あと2食するからね、今日ね。はい、ということで、この白リピしてみましたよ。逆から取ってます。この白本当うまいな。小肌大好きっ子だから新子とこの白に浮気しがちな京子の結局何でもいいんじゃん。そんなもんですよ。美味しくいただきました。はい、博多駅スイカで入場しまして、鹿児島本線快速荒木行き。快速荒木行きだってのはこれね、時刻表見た区間快速荒木行きになってんだよね。ここからは快速の停車駅なんですけど、まあちょっと編成短いんで混むんじゃないかな。座れないかもね。具合悪かったらどこ行っちゃったんだろうね。単肉いかないあ、座れないですね、これね。はい。相席なら座れるのかな。この時期相席は、向かい合っての相席が嫌だよな、やっぱな。高速乗ってる。あれ臨時だよ。何？謎です。はい、突撃5、6番線です。まあ、やることは一つしかないんだけどね。すいません、かしわうどん肉大盛りください。ということで、オーダーいたしました。はい、というわけで、突撃法務省長慶様、かしわうどん肉大盛り440円です。はい、80円。さあ、どうですか、このデロデロ麺に、かしわたっぷり。デロデロ、そしてこの甘くてシャープかつ塩味もシャープなつゆに甘く炊かれたかしわぴったり。うまいね。はい、中央県産かしわうどん肉おこり4分弱かかりました。熱々だからね。ごちそうさまでした。はい、かしわうどん中央圏、こちら閉店なんだよね。まあ一番人気の556番ホーム、なんで一番人気なのかさっぱり分かりませんが、ダメですね。はい、そして長崎温泉始発肥前山口行きに乗ります。大好きな車、最後もちろん。はい、神崎駅降りました。懐かしいね。初行下車以来2度目ですからね。まあ来るところじゃないけどね、そんなに。はい、妙な駅舎です。はい、パソコンの方でしか見てなかったサイトを見ようとしてね、スマホに転送しようとしたらスマホのテザリングが壊れて再起動したりいろいろやってるうちに治りました。時間を浪費してしまいました。神崎駅から徒歩 1.7キロ、こちら、佐賀県神埼市神埼町、元織牟田です。そちらにいます、天満神社という神社だと思うんですけど、確認しないとダメですよね、こちらね。あ、天満神社、間違いないです。はい、天満宮と書いてあります。はい、こちらやってまいりました。今何がっていうかですね、別に特に何もないんですけど、まあ元織牟田は、江戸時代の自然村でして、よって、まあ、大雨になって、小雨になって、その後、まあ、小雨から、そのままですね、小雨として残ってます。だけど実際には、まあ、当然ね、自然層の中に小雨があるので、本当は自然層は大雨になるはずなんですけどね。ということで、こちらご覧ください。この謎の漢字は何なんでしょうか？これは、まさに、幽霊文字ツール。ね。うかむりに大鳥です。こちらの漢字をね、の資料として、笹原博之先生の96年の論文に、昔のね、明治初期に明治政府が命令して、各国にですね、両政国に、小技名の一覧出せと。まあ、地租改正の基礎固めですか。あったんですけども、その資料の中にね、池鶴というのが佐賀の中にあると。いうことをおっしゃってたんですけど、米沢がですね、原本を国家図書館で散々見たんですけど、ないぞと、いうことになって、しょうがないので、これは範囲を佐賀県から広げて調べ直すしかないと、笹原先生と相談をさせていただいた結果ですね、調べたら、この謎漢字が見つかったということですね。なぜかこのうかんむりに大鳥の、本来の幽霊文字、実第二数字に収録された鶴のより一本多いんだね、棒がね。という謎の1の鶴、2の鶴、3の鶴と。いうことで、この小技がね、この元織牟田村にあったということで、今は元織牟田が小技になってますけど、昔はその下の小技、ね、元織牟田が大技だったわけです。まあそんなことですね。いうことなんで、ここを訪れてみたってこと、ここは1の鶴になります。もちろん今はもう廃止されていて、小技名はないです。元織牟田何千何百何十何万ということになっておりますが、痕跡があるわけないんですがね、なぜならば、もうすでに大正時代の、この神社の一覧の方を見ますと、資料を見ますと、もうすでにこのツールが普通のね、クレーンのツールになってた、鳥のツールになってたってことでね。まあ、ないでしょうね。一応探してみますか。ということで、一応この幽霊文字ツールの一本棒が多い感じの地名にあります、こちらの神社に訪問できたことになります。謎文字、幽霊文字、ツル足す一文字、横棒一本、謎の一のツルにあったテーマ神社、東方800メートルの横竹バス停から西鉄バス佐賀第二合同庁舎行きのバスに乗ります。実は、神崎そうめんの店じゃなくて、神崎そうめんを出す店に行って食べようと思うんですけども、バテバテなんで歩く距離を大幅短縮を優先します。はい、40系統だそうです。はい、これ乗れるのかな、スイカで。はい、遅延拡大して4分遅れの首里田バス停でおりました。これで首里田ってなんか面白くないですか。はい、ということで、ここから本日の花瓶漫画喫茶早くも向かいます。西鉄バス佐賀の首里田バス停から800メートル。今日も快活クラブです。これで快活クラブ、岩手県、福島県、群馬県について、今回の一連の台で4店舗目。はい、すでにくつろいで涼んでしまっていますが、本日は快活クラブの、佐賀兵庫店の、鍵付き個室ですね。こちら、JR 相鉄 JR 直通線。開業市場列車乗るときに新横浜駅前で初めて使ったんですけど、今日2度目ですね。同じ料金だったことで。ただですね、これですね、見渡す限りどこからも覗けないですね。はい。実はですね、これがですね、風俗営業法の問題がありまして、実は風俗営業でですね、なんかナイトクラブ的な営業、接客のないね、営業でね、狭い面積で見通せないところで飲食物を提供するとね、風営法の対象になる。ね。狭い。見通せない。ここを風営法の対象にしないために、青木は考えた。青木、新宿区の青木はここを経営してるんですけど、考えた。飲食を提供しなければいい。そのためにこの鍵付き個室では、ここに出ていますね。ね、お食事、ご注文方法ね。中で飲食できないんだよ。でも、提供した飲食じゃなきゃいいから、持ち込んだやつは飲食していいんだよ。意味わかんないですけど、風営法回避のための謎システムです。はい。快活クラブ佐賀兵庫店での鍵付き完全個室で、冷房30分当たったらちょっとですね、涼しくなりました。ちょっと回復しましたね。持ち込みなら、ブース内で飲食 OK。ってことで、200メートル離れたセブンイレブン、佐賀兵庫南店で割って飲む用のこれ買いました。まあ、ちびりだね。戻って動画の編集をやっと開始します。はい、戻ってきましたね。